おはようございます、ダーマスです。減量期の粉飾ということでね、今日は今現在朝のね6時45分なんですけれども、今ね減量して3週間ほどね、経ちました。減量最初がね92キロで、今が88キロになりました。僕がねこの期間どうやって体重を減らしたかとかね、食事の内容すべてお見せできればなと思うので、よろしくお願いします。っていう感じでね、ちょっと朝シャワー浴びます。レッツゴー。はい、さっぱりしたんで今から朝飯作ります。で、朝はね卵を食うことが多いですね。今日は卵5個食おうかな。で、全卵が2個を食いたいと思います。なんか魚とかがある場合は全卵2個の魚1とか、魚1って言い方おかしいけど、まあ魚と卵を食うことが多いですね。コストコのねオリーブオイル必須なんよ、これ。こうやって触れるから。朝からね、シャワー浴びると、なんか、スイッチが入るというか、眠さも飛ぶし、よっしゃ、やるぞーみたいな気分になれるからね。だから俺は好きなんよな。いただきます。これなんだよ。米はね 150g で、今カーボサイクルっていうものをしていて、 150g が結構通常の日かな。ドゥン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 みたいな、こういう感じでカーボの量を調整していく減量方法ですね。米の量をいじり始めたから体重がねバコンって落ち始めましたね。だから結構いいと思います。これはトレーニング内容も増量期とほぼ変わらず、重量もね、落とさずにやれてる感じかな今。はい、来ましたー。頼んでたプロテインが来ましたー。イエーイ。でしということでね、2食目は、プロテインでいきたいと思います。で、今現在時刻が9時45分ぐらい、2時間ぐらい経ったのかな。で、昼飯の前にプロテインを飲んで、で、このプロテイン飲んだらね、ちょっとスーツを直してたんで、そこにスーツを取りに行かなければならないんで、よいしょーっと一杯いただきまーす。で、このプロテインなんですけど、ネイチャーカンさんのプロテインで、今現在ね、ゴールデンウィークのセール中で、サイズ内の商品が最大 70% オフらしいんで、僕のこのダーマスコードもあるんで、さらに、ここからね、15% オフになるらしいので、ぜひよかったら皆さん、4月26から5月9日までなんで、使ってみてください。一瞬一瞬。あー、味はね、マジうま。あー、筋肉ついた。ということで、ちょっとスーツ取りに行ってきます。はい、無事スーツ直りました。で、今ね、帰り道なんですけど、こういうね、ちょっと腹減った時に素焼きのアーモンド、これがね、めっちゃいい。良質な油を取れるし、まあんまね、めちゃめちゃ食いすぎるのは良くないけど、10粒ぐらいならね、いいんじゃないかな。てか積極的に取ってもいい気がするね。まあ小腹満たしにこういうのをね、食べたりしてます。ちょっと早速家帰ってスーツ一回着てみますか。はい、帰ってきました。まあ、一応ね、オーダーして頼んだんだけど、そのオーダーした時はね、多分もっと痩せてたと思うんでね、パチパチなのかどうかちょっと一回試します。よいしょ。お、いいんじゃないですか。こんな感じっすね。めちゃめちゃぴったり、ジャストサイズでした。はい、3食目ね、トレーニング前の食事、牛もも肉とキムチと高菜とあと納豆をいただきます。で、牛肉は 150g、 米も 150g。 ちょっとね、タレ振って、このおろしのタレ、これめちゃくちゃうまいからおすすめです。うん、絶妙にローストビーフ。うん、
鶏胸肉もねもちろん食うんだけど、やっぱり牛肉の方がね力が出る。これはねマジで体感できます。なんか力が出るんだ牛肉の方がね。牛肉食う時はもう減量期は牛もも肉一択、油ないんで、これならね全然食えます。さあ行くぞ。はい、ジム行きました。今日はね背中トレやっていきます。ちょっと重いもの扱ったりして頑張ります。1種目目、懸垂やっていきます。これめちゃくちゃ大事だから、まあ僕ちょっと懸垂苦手なんですけど、やっていきます。よし、Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from him. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. I'm in his possession. 10回できませんでした。まあでもできなくなったら、こういう台とか使ってピョンって跳ねて、跳ねてここだけ耐える。やっていきます。一応ねフルスタックがここまでしかないんで、とりあえずちょっと重いのを引きたい。サムレスじゃなくてサムアラウンドでいきます。続いての種目なんですけど、これマググリップの、まあ、こっちのタイプなんだけど、ちょっとリバースでやりたいんで、リバースのやつがないからこれを使ってやります。結構下位狙いね。15回だったんで、もうちょい盛り上げて10回目ですね。これよ、この感じよ。いいね。続いてベントオーバーローイングですね。フリーウェイトをこの前やったんで、今日はスミスでやります。スミスはね軌道が固定されて安定するんで、まあ、直でダイレクトに入るっちゃダイレクトに入る。まあ両方容量に合わせて、容量に合わせてやっていく。これアップです。形作って、おっと失礼しました。で、ベントオーバーで上がらなくなったら、このままデッドリフトみたいな感じで、このトップだけで、トップサイドデッドみたいな
ほんと想定の味噌ですか、これ。本番セットいきます。よし、あーちょっと軽かったな。そうでもないな。Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds of breathing Hold tight, hold tight Cascade coast collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the sky バカきちいやん。ラットプルがここに来て聞いてきとるな。ローブローが効いてきとるみたいな感じで、蓄積蓄積の競技ですから筋トレって、うん、最後になればなるほどもちろんきつくなってきますよ。よし、2セット目いきます。今筋トレ中は EAA とあの CCD 飲んでます。クレアチンとまだ3種目目ですから、序盤も序盤よ。ああ気合いや気合い。きついです。助けてください。助けてくれ誰か。最終種目、ケーブルです。いろんな持ち手あるけど、最近はこのロープとかよりこっちのストレート、これがなんかよりストレッチされる気がして俺は好きかな。はい、帰ってきました。今からね、トレ後の飯を食いたいと思います。米 150g と牛肉 150g。これちょっと今日贅沢にいっちゃいます。マグロとサーモン、ベジファーストということでサラダいただきまーす。増量中には感じられないこのサラダでのうまさ。俺が一番好きな刺身ですね、サーモン。いただきます。ちょい漬けして。マジでうまいんだよな。うまい。もうわさびか。これも心地いい。